こんにちは、ソチンです。今回はこちら面白い自販機があるのでやっていこうかなと思います。まずこちら、これが熊本県の熊本の自販機だ。熊本城、今って確か熊本城って直してるんだよね。確か修繕してる。で、中を見ると熊本刺繍ポーチ870円とか、あと下に行くと熊本プチタオル、そして下に行くと美味満載醤油セット760円、醤油が売ってる。で、下に行くと甘カモン醤油、卵ご飯醤油。で、下に行くと、くまモンの和柄がま口くまモンウォーターカップ。面白い。これが山形ですね、山形名産の4つで、気になるやつがあるんだよね。2番、赤ちゃんが食うやつなのかな。最初のお米、みんなどれが気になる。わお、これね、食ってみたかったんだよね。さくらんぼカレーとかさくらんぼキャラメル、あとは豆うさっていうご当地キャラがある。冷えてる最初のお米、ポン菓子っていうやつに似てると思いますね。お米のスイーツで、隣行くと日本全国のレトルトカレー大集合で、1番から見ていくと山口の海軍カレー、海軍カレー、北海道のなんだホワイトカレー、白い恋人チックのやつか。で、下に行くと山口県と広島県あるんだね、海軍カレー。で、下に行くと前沢牛カレー岩手県で、あわ徳島県ポークカレー美味しそう、ソンソン踊らなソンソン。下に行くと伝統と文化の味、京都肉カレー、で、マグロカレー、東京か。で、下に行くと泡盛カレー、沖縄？泡盛ってお酒入ってんのかな？タコライス仕立てだって。で、隣行くと日本全国インスタントラーメン、これ気になるんだよ。買っていきたいのは7番、沖縄県のなんかね、ぐで玉があるんで買っていこうかなと思います。270円、レッツゴー。で、インスタント麺豚骨味、これはね、冷蔵されてないんで電気の熱で結構あったかい。ジャコン、結構あったかい。エアポート羽田空港ラーメンゲッチ。で、これね、プールとかであった24時間ホットメニューなんだけど、ここに台湾飯がある。空港ならではですかね。美味しそうだけど辛そう。で、最後こちら、この白いやつ、青汁と抹茶があるんだけど白いんだよね。これを買っていく。13番、購入。そうすると青汁振って完成って書いてある。隣にはご飯にかける生姜焼きっていうのもある。これがどうなるのか飲んでみましょう。それではね、青汁飲んでいきたいと思います。緑のキャップを開けてください。出てきた。ああ、この中にね、抹茶がめっちゃ入ってる。おろろろろろろ。で、もう一回閉めて振る。完成しました。濃いですよ。振って美味しい、出来たてフレッシュな抹茶が飲めると。いただきます。まずい、まずい。もう一杯、もう一杯。続いてこちら、抹茶。抹茶もね、今これ白いです。多分水なんでしょうね。これを開けると出たー。で、振る。青汁よりもね、濃いです。これが甘いのか甘くないのか。いただきます。チェス。まったく甘くない、無糖。でもね、青汁がね、苦すぎてめっちゃ美味しく感じる。
めちゃくちゃ濃い。でも青汁の方がうって感じ。粉っぽさとかあります？粉っぽさありますね。あります。青汁はね、抹茶もあるけど普通に美味しい抹茶は。はい、というわけでいかがだったでしょうか。羽田空港にある面白自販機でした。ぜひ皆さんも来たらやってみてはいかがでしょうか。ぜひこの動画楽しんでくれたグッドボタン、そしてチャンネル登録お願いします。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。今ラテアートってんのかな。今唯一これだけが250円だ。ちょっとお高め。今ラテってるんで、アートってるんでちょっと時間かかります、ね、ガンダムみたい。よいしょ。水分取りすぎな件で。めっちゃうまい。